少し私が憂慮するのは、天皇陛下の国葬は当然だと、これはもう対もの例だ、うん、少し私が憂慮するのは、天皇陛下の国葬は当然だと、これはもう対もの例だ、うん、少し私が憂慮するのは、天皇陛下の国葬は当然だと、これはもう対もの例だ、うん、少し私が憂慮するのは、天皇陛下の国葬は当然だと、これはもう対もの例だ、瑠璃さん、用対もの例とやらはいいんだけれど、徴兵制でも何が言いたいの？徴兵制で民主的な言論を基軸にする社会にしようって。日本ってそんな社会かい？表を見てごらん。日中戦争以降の日本の兵員数だ。平時には63万人だったけど、45年719万人だ。言うまでもないけど、日本はこういう愚かなことをした国なんだ。最近も日本で大変に変なことが起きていた。いくらあんたでもわかるだろう。自分の権力を肥やすために悪の統一教会に加担した安倍晋三。統一教会の被害者の山上さんに処刑された。山上さんの気持ちよくわかる。山上さんに同情する日本人がほとんどだろう。安倍晋三の国葬やるってばっかじゃないの？安倍の失敗数え切れないよ。全く無意味な安倍晋三経済をやったよね。経済がうまくいかないから経済の統計をごまかすこそ泥と同じだ。選挙はじめめちゃくちゃをやり、それをバレないように嘘をつきまくり、挙句に検察の人事に手を加えた。日本が直面している危険は徴兵制というような改正で乗り越えられるものじゃないんだ。権力者に尻尾を振ってすり寄っていく、そういう日本人の腐った根性を叩き直すことが必要なんだ。日本人の精神革命が必要だ。日中戦争以降でどれだけ日本の経済が壊されたかよく見るといい。